ここで言えることは、最初従業員何を教えるかっていうと、やっぱり従順っていうか、素直になって従ってもらうってことは大事なんですね、仕事の段階でね。で、次は何かっていうと、ある程度自分で考えて、実質的に自分たちの会社が望んでることを行ってもらうことも大事になってくるんです。で、それを今まで学んだ言葉で言うと、先ほど八七さんもおっしゃっていただきましたが、ラットサイクルに乗せろってことなんですね。で、ラットサイクルっていうのは金持ち本に出てくる本なんですが、ハムスターが乗ってるものばっかりありますね。最初はそれに乗せないといけないでしょ。っていうのは、成果はこういう形で出るでしょ。最初なんでこんなことやらないといけないんですかってことが起こってくるわけです。実際それで今問題になってるか分かりますけどね。だから最初はラストサイクルに乗せることは大事なんですが、今度はつまり言われたことをやるってことも大事なんですけども、今度は言われないことをやるっていうことも教えていくことが大事なんですよ。そういうことを身につけていくことも大事なんですね。で、それをするためのステップがどこにあるかというと、皆さんの資料の7ページのところにあるわけですね。だからまず最初はどうするかというと、今度ですね、依頼と実践の段階と書いたものですね。で、下からいきましょう。まずは細分化して任せるっていうところですね。これプロセスでいいわけです。で、次は自分で段取りをしてもらうということで、自分で考えてもらうというところですね。で、次は短く狭い範囲目標、範囲の目標を持ってもらうというところです。で、次は長い広い範囲目標を持ってもらうというところですね。で、次は目標とプロセスをもらって持ってもらうということで、これはある程度相手に考えてもらって、目標をこっちから出して、プロセスは自分で考えてもらっていいですか。そういう方やっていくことも大事になっていくんですよ。で、さっき彼に言ったやり方はここなんですよね。ある程度成果出せる人間だったら、じゃあお前これでやるから、その代わり成果出せよっていう段階でもあるわけですね。で、最後は何かというと、委任や権限以上という段階ですよね。相手に自主管理してもらう段階で、大事なことは、やり方だけじゃなくて、その自分で考えて行ってもらうんですか。この部分も、出していかないといけないです。ただし大事なのは、自分で考えて動いたらいいかというと、それだけじゃないんですね。何かに沿って従っていかないといけないんですが、何に沿って動いてもらわないといけないんですか。今まで出てきた考え方でいうと、